ミスターサマン、我々サバンナを守るレンジャーの任務は、現地の様子は航空写真で配信されています。あの馬鹿げたサイズ、落ち着いてください。ミスターサマン、これはモンスターが1日に食らう食料の平均重量、公園の 90% は砂漠化するだろう。我々の取った手段にミスはなかった。そして用意した兵器の性能だけだ。使っていない。あの、ならばあの像の死体は、あれは黒いコスチュームに身を包んだ男が、彼がモンスターを倒した。いえ、全世界に信じろと。事実を話したまでだ。信じられんのだ。パパ。世界中がパパを嘘つきと言ってもかい。ああいうのは嘘つきじゃない。とてつもなく。ライオンより、君にだけは聞かせてあげよう。現実であっても信じられぬおとぎ話。その人の子供が大きくなっても、よっしゃどうする、行かなかったら。いた知ってるか、ここ世界一強い高校生だって。うん、俺らに言おうって。あれ、なんだお前、喧嘩しに来たのか。強い人を出せ。それだけ言って逃げてきたのかよお前。放課後玉川で世界一強いのを連れていく、これはマジなんだ。はい。ゆうくん、世界最強の高校生、俺と戦いに。ハンマーバキだ。ずっと小さな世界一だった。使うんだなそれを。だったら本気で行かせてもらう。本気じゃねえよ。しかもこの人は世界一。甘かった。どういう意味。よし、ショック。なんだ。僕は生まれて初めて。小学生の君、あゆくアルミナをあいつらの100倍以上だ。だろうな。地球上で一番強いバキさんの父親。恐竜サイズのアフリカ像か。すっげー。君はそれにどう答える。どこの家庭にだって起こるよくある問題。単なる親子喧嘩だな。だなあキャプテン。バキさん、質問していいですか。ルミナ、適当と半端は違う。バキさんが始めた動き、これはシャドーボクシング。目の前に対戦者を想像し、だんだん速くなる。目の前に対戦者を想像するというより、見たっていうか見てる。確かにバキさんと向き合っている。もう今起きていることを疑うことはできなかった。僕には見えている、バキさんが戦っている。そいつ鉄人マイケル、史上ナンバーワンだと言える時期が絶対にあった。僕の前で戦っている。ちょっとファントマイム？大丈夫。そろそろ。反則。シャドーボクシング。ダメージはあるさ。リアルならね。それを全部君らの口に放り込む。君らの口にはレモンも梅干しもない。よく見えたな。元統一世界ヘビー級チャンピオン、鉄人マイケルなら文句なしです。あれはウォームアップ、準備体操代わりだ。不思議だった、そのほとんどがバキさんの悪口。落書きで喧嘩するしかない。家にまで
部屋で柔軟体操を始めたバキさんの体は、あの、さっきの話なんか合わなくってな。全地球全生物統一無差別級チャンピオン、敵のはずのお父さんの強さを話す時のバキさんは今から強敵を迎えるんですね。この中にいるんだ。あの恐竜級のアフリカゾウと戦ったらしい。さっきからその机の上に象より強いってこいつ。そう、カマキリだ。昆虫はプロ中のプロだ。まず体力が桁違いだ。彼らが約200キロとしてもせいぜいが3、4倍。ルミナの体重が30キロとして、いや無理っす。彼らが人間の大きさなら体重は俺たちの数千分の1だ。あの足で蹴られたら。そしてそこのカマキリだ。古代中国憲法でもカマキリの投法から何をやらせても超一流。もし彼らが100キロを超えたなら大きくする。遠いアメリカの今この世に存在しないマイケル。Chuỗi ngày ngóng trông ta quan tâm qua từng dòng tin nhắn, ta cách mặt nhưng ta chẳng cánh lòng. Đôi khi em sẽ hỏi vu vơ, anh sẽ nói anh yêu em nhân cờ, và em hay dỗi hờn anh vô cớ. Anh vẫn luôn thương em vô bên bờ. Trong giấc mơ mùa đông sang trời bắt đầu trở lạnh, em lo anh mặc môi áo mỏng manh. Em chỉ mong cho thời gian trôi mau để hai ta lại được gần bên nhau. Không phải yêu qua dòng tin nhắn nữa, và kề với nhau cùng ngắm những cơn chi đâu xa. Anh sẽ về sớm thôi mà, đưa đôi bàn tay lên má. Yeah, phải đó. Đâu có ni mo nigeba ga nai.